共同通信、またデマ流し大炎上、女性宮家と控除制度で、本日、共同通信が日本政府が女性宮家の創設を見送り、その代わりに女性皇族が皇籍を離れた後も、特別職の国家公務員として公務への協力を遺族する、控除制度の創設を検討していると報じました。この報道に対して加藤官官房長官は、 報道されているような内容は承知していない。国民の理解を得るために十分な分析と検討、慎重な手続きが必要だと報道を否定しておりましたが、この報道については時通信や読売新聞も同じような報道を行っておりますけれども、こういった報道の問題、日本政府が共同通信などのマスコミに 毎月のようにですね、振り回されてしまっておりますので、ぜひとも共同通信だけではなく、マスコミ関係者の皆様には、最低限、事実に基づいた報道を行っていただくように、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました